いいな。そろそろ電気ストーブ出せば。親父だらけてっから寒いんだ。体動かせ体。いや、体育の先生みたいなこと言うな。あれ、治ったのか親父。この車もう走れるのか。走るに決まってんだろう。エンジン乗せ替えたからな。今日からまたこいつで配達してもらう。お前に言っておくことがあるんだけどな、タグミ。お前が稼いだ金、この車を直すのに使っただけだから、これからはこの車、半分お前のもんだ。だってそんな、俺が壊したんだぜ。いいのか。ミスで壊れたわけじゃねえからな。お前の責任じゃねえよ。スタンドのバイトだけじゃなくて、お前とこいつで毎日豆腐を配達して貯めた金も使ってやるんだ。それなりに愛着持ってやってもいいと思うな。とにかく俺はそうするって決めたからな。つべこべ言ってねえで、さっさと配達に行ってこい。なんか妙な感じ。バゲットシートだと目線が今までより低くなるからね。走り出してしばらくすりゃ気にならなくなる。眉がハンドル重たくなった。クラッチも。クラッチをつないだ瞬間、初めて伝わるんだよな。何とも言えない違和感が。ベンツの彼氏と仲良くやる。ベンツの彼氏と、ベンツの彼氏と仲良く、ベンツの彼氏と仲良く。君が知ってるの？どうして？よりによって匠君に知られちゃうなんてひどいよ。いくらなんでもひどすぎだよ。夢なら覚めてお願い。乗りにくい。なんだこりゃ。なに？86が治ってきた？本当かよ。それでお前もう乗ったのか、タグミ。どうだった？どうってちゃんと動きましたけど。あのな、動くのは分かってんの。そういうことじゃなくてさ、俺たちが聞きたいのは。たまげるだろうな、池谷たちも。なんたって新しいエンジンもすげえからな。どんなエンジンなんだよ、乗った感じは。早いか。うん、参ったな。これを言うと先輩たちをがっかりさせちゃうかも。はあ？前のエンジンより遅いんじゃないかな。馬力ないんですよ。あ？あ？オラはロンリードライバー、トゲのお兄さん。おお、86、ちびー、この辺じゃ見たことない車だな。おい、タクミ、新しいエンジン、パワーないってどういうことなんだ？なんていうか、遅いんですよ。そんなはずはないんだけどな。ブンタはすごくいいエンジンだって言ってたぞ。親父がですか？
俺別にいいとは思わないですけど、乗りにくいし。そりゃお前乗りにくくなってる分パワーは出てるはずだぞ。かけ根なしに素性は確かなエンジンだからな。店長知ってるんですか、どんなエンジンなのか。え、乗ったんすか。いやまあ乗ったわけじゃねえけど、何がなんだか俺にも分かんなくなってきたよ。どういうことなんだ文太、あのエンジンでパワーがないって。ロールバーにバケットシートか。ますます渋いな。俺も86だったらこんな風にしてみたいな。あ、ブーストメーターがついてるじゃんか。ってことはこの 86? ダメちゃった。まさに理想のレビー。ほっしゃ、お前もうほっしゃよこのレビー。ほっしゃ、ちょっと、え、何してるんですか。それうちの車なんですけど。いや、何言って、別に俺はただいい車だなって。いい車、どこにでもある普通の国産車じゃない。怪しいよ。県外ナンバーだと思ってあんたいたずらしようとしてたんじゃないでしょうね。冗談じゃねえよ。そんなことするわけねえだろ。大きな声出さないでよ。何よ。知っとけよな、俺はただこの86って車が好きなだけなんだよ。バカにすんな。クーマには人の車に悪さするような数はいねえよ。チャッ、感じ悪い女。カズミ、ん、分かったぜ。おばさんが働いてる旅館。ん、どうしたんだ。なんでもない。クーマ最低。何言ってんだ、まだ来たばかりじゃないか。これからしばらくはこっちで暮らすんだからな。我慢するとこは我慢しなくちゃ。それにしても心配だな。お前は我慢が効かない方だから。紅葉シーズンだけの手伝いとはいえ一応客商売なんだから、おばさんの顔潰すようなことはするなよ。平気だよ。嫌な客がいても短気出して切れたりするなよ。兄貴の方こそ群馬来たついでだからって帰りに一人で赤城なんかに走りに行っちゃダメだよ。行かねえよ、人の多い日曜の昼なんかに。隠しても私にはわかるよ。そのうち勝負するつもりでいるんでしょ、赤城の白い FC と。 FC か、さあね、どうかな。前のエンジンより遅いって言ってたぞ。うん。お前なんか細工したのか。やるわけねえだろ、そんな面倒くせえこと。だったら変じゃねえかよ。別に変じゃねえんだよ、匠の言ってることは正しいんだ。え、なあ雄一、わかんないのか。ちょっと考えればわかるぞ。何。まあいいや、わかんなきゃ。切るぞ、今忙しいから。あ、ちょっと待て、おい、文太。何なんだよ。今日で何日目だ。くそ、全然思うようにいかねえ。急がないとバイト遅刻だ。え、つかに感じ悪い女だ。イニシャル D、 イニシャル D、 イニシャル D。 くー、6個ください。5個は包んで1個はここで食べますから。はい、660円ね。熱いうちにどうぞ。ん、おいしい。あ、やだ、10円足りない。あの、すいません、1万円札でいいですか。ええー、1万円は困るな。ちょうど釣り銭切らしちゃってて。え、あ、
どうしよう。え？使えば？ありがとう。後で絶対返すね。いいよ別に。10円ぐらい。よくないよ。借りっぱなしじゃ気持ち悪いもん。ねえ、どこへ返しに行ったらいいか教えて。俺、この先のガソリンスタンドでバイトしてるから。私もね、旅館で住み込みのバイト始めたんだ。おばさんが働いてるの。で、今日はお使いなんだ。この前はごめんね。いいやつだったんだね。いや、本当はね、嬉しかったんだ。うちの兄貴のボロレビン、褒めてくれる人なんてめったにいないから。兄貴の車なんだ。私、群馬に友達なんていないから、ちょっとね、つまんないっていうか、寂しいなって思ってたんだ。友達になってよね。私、秋山和美。俺、竹内いつき。いつきくんね。じゃあ。この感じ、まさか。春！アキナの86が蘇った？ケンタが走ってるところを見たって話だ。間違いなく藤原豆腐店って書いてあったそうだ。乗せ替えたのかな？新しいエンジンに。見ておく必要があるな。ああ。来た。このエンジン音は。兄貴、今の。ああ。まだ十分に乗りこなせちゃいないようだが、恐ろしい車になって蘇ったものだ。ずいぶん遅かったじゃねえか。なんかあったのか？別に、配達終わった後、秋名を登ったり下ったりしてたんだ。だいぶガソリン減らしちまった。ごめんな。ええ、構わねえよ。親父。ん？難しいな、あの車のコーナーリング。前の車で思い通りにやれたことが、今のだとできなくてさ。すげえ悔しいよ。いろいろ試してみてるんだけど、うまくいかねえんだよな。ふん、いい傾向だぜ。足回りのセッティングより、自分の手ぶれどうにかしてやろうって意気込みがな。しばらく悪戦苦闘してみろ、たくみ。考えて試行錯誤することが大事なんだ。知らないうちにこの車は、お前のテクの幅を広げてくれる。今までよりもさらに上の領域へ向かうための道しるべってとこか。あ、かずみちゃん。昨日のお金返しに来たよ。はい、ちゃんと返したからね。あ、ねえ、昨日は本当に助かったよ。おい、ありゃ。じゃあ7時半ね。誰だよ、いつき、今の子。いや、その、友達です。友達だと？走り屋に女はいらねえって言ってただろうが、ソンリードライバーいつきはどうしたんだよ。笑ってごまかすな。嘘でしょ？レビンじゃない。これ、本当に五木君の車なの？俺んだよ。え？私？
私はね、今年の春高校出たから五木くんより一個上かな。高校出てどうしてたの？就職したんだよ、一応。でもいろいろ嫌なことあってね。私我慢が効かない方だから兄貴にもよく言われるんだ。兄貴ってあの八六の？うん。笑っちゃうけど、この年になるまでいつも一緒でね、走りに行く時まで。兄貴、下りなら埼玉最速だって言われてるんだよ。渡るの下りは、ああ、兄貴の名前渡るって言うんだけど、渡るの下りは切れてるって。兄貴のやつ、私を口実に群馬に顔を出すようになって、今頃は、どっかの峠で弾けてるかもね。お断りだ。俺たちは地元ではやらねえって決めてるんだ。なぜだ？俺が八六だからか？違うね。地元じゃ燃えねえんだよ。群馬エリアのやつならレッドサンズが地元でバトルしないのは誰でも知ってることだからな。悪く思わないでくれ。ついでに教えといてやるよ。俺たちは八六乗りを甘く見ちゃいない。このエリアには下り専門のすごい八六がいるんだ。そいつはバトルで負けたことがない。何？どんな車にもだ。どんな車にもだと？そうだ。なら試してみようぜ。その八六と俺とどっちが速いか。何？構うな健太。とにかく地元じゃやらねえ。どこの誰だか知らねえが、ケイスケさんにタメ口叩くのは10年早いぜ。仕方ねえ。悪く思うなよ。そこまで絡んでくるつもりならちょっとだけ付き合ってやる。すっぽこなくちゃ。あのよそ者野郎にガツンと食らわせてやってください。あの音、八六ターボか。オーナーの立ち上がりでついてこれんのか。なんだこの車、何もパワーじゃないぜ。本当に八六なのかよ。何馬力出てるのか知らねえけど、八六であれだけパワー出したら足回りが完璧に負ける。どこにすっ飛んでるかわからない車に乗ってるはずなのに、あいつ平然と乗りこなしてる。ついていけない。畜生。俺は兄貴じゃねえから詳しいことまではわからねえけど、こいつはかなりやる。いつまでも引っ張るとまずいな。やめんなよ。手抜いてるとぶち抜くぜ。ああ、やっちまったな。大してスピード出てなかったからよかったけど、三角板出して置いておかねえとな。降りてくる車が突っ込んだらそれこそ。